それで言うと、天敵ジュキヤ君も、あ、いや、なんかそのなんかジュキヤは、うん、そのなんか、うん、その別に、うん、そのまあ、ああいうなんかアウトが取ったけど、はいはいはい、別にそのまあそれが好きか嫌いかで、はいはい、嫌い、嫌いなんかい、そう、そらそう、別にそれはそれは別にそこ嘘つくつもりはない、好きか嫌いかで、うん、全然嫌いなタイプ、うん、嫌いなんだ、うん、全然そのもうマジプライベートで多分本当に遊ばないぐらい、あ、合わない、ただまあそれはまた向こうもそうだと思うんですけど、はい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 、んですけど、うん、ちょっと可哀想ですよ、まあまあ、そうですね、確かにそうですね、やっぱこう同業としてこう、うん、チャンネルを持つ者としては、うんうんうん、あの気持ち分かるじゃん、確かにね、しかも全部だもん ね、いやあれはやっぱちょっとかわいそうだなと思ったんです、まあでもやっぱあのそれどころじゃなかった、僕らも僕らはそのジュキヤの心配なんかしてる場合じゃなかった、確かにね、確かにそうだ、一旦そりゃそうだ、確かに、確かわいそうやなと思って、うん、そうよね、元気出してて感じですよ、ジュキヤでもあれってすごい、うん、なんかこう新しいモデルの、うん、モデルケースの誕生の瞬間だったなと思って、うん、どれ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 、こうジュキヤの、はい、あれって大衆の通報が覆したわけです、はいはいはい、あ、なるほどね、確かにね、やっぱなこれまで通報が意味あるコンテンツなのか、うん、意味ないコンテンツなのか分かんなかった、はいはいはい、なるほど、人がでも、はい、やっぱあまりにも一定数以上の、ね、こう通報が寄せられると、うんうん、ああなるんだ、確かにあれってやっぱ警告はもう来てるの、いや、わかんないですね、うん、あのタイプでバンされるときってどうなんですか、うん、だってこれまでその、うん、その僕ら系のバンってやっぱさ、ワン、うん、ストライクついて、ツーストライクついて、ツーストライクアウトじゃないですか、確かに確かに、うん、でもあのタイプって、うん、多分でもツーストライクぐらい来てるよね、あ、そもそもってことですか、うん、あ、そもそもだ、いや、わかんないけど、でもあのパターンは最悪ワンストライクスリーアウト、厳しい、それは厳しい、だってそれはどこまで持っていかれてるの、そうだね、しかもゲームのもやってもね、そうそう、だってさすがにゲームの方でストライクもらってなかったと思う、確かに確かにね、ってことはやっぱワンストライクスリーアウト、厳しいな、めちゃくちゃエグいボール飛んでる、厳しいな、確かに、うん、そう考えるとやっぱ大事にしなきゃなんですね、そうですね、確かにね、確かにね、本当に間違いない、間違いない、結局やっぱあれじゃないです、本当に俺たち表に出てる人間って全員お客さんありきという、うんうん、まあ間違いないね、結局そうじゃん、確かに、だからやっぱそこって本当に、うん、本当に忘れるようにしようと思った、大事やね、だから、うんうん、それだけは本当に気をつけたいなって思いました、うんうんうん、確かに、確かに、いやもうマジ怖いですからね、本当に、いや、そうですね、それは本当になおさら気をつけてください、明日は我が身ですよ、本当に、やっぱこう、やっぱ自分たちもやっぱずっとこういう環境に、うん、ゆうたがちょっとずつ慢心していって、うん、ちょっとずつ自分の市場に立ち位置にあぐらかいてる、確かにね、うんうん、で多分その結果があれじゃないですか、ね、確かに多分事件は分かんないですけど、僕は全然、うん、絡んでなかったけど、多分あったと思うんですよ、そういうちょっと自分の立場にあぐらかいちゃって、うん、まあ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 、まあ、ちょっと慢心しちゃって、やっぱああいう動画をいっぱい上げちゃったとか、確かに確かに、もうなんかまあ無双モードにはね、ね、多分なんかコンプライアンスボーダーの、うん、がすっごい確かにボヤボヤになってる、うん、いけないラインがすごい多分古くなっちゃってるかなって、確かに確かに、なんかちょっと思ったりして、うん、あれはマジ本当に明日は我が身な感じで、いやそうよね、毎日初心に帰るコンテンツをなんか作る、でも頑張ってほしいよね、受験に、いや本当っすよ、本当っすよ、さすがにあそこまでなんか、うん、なんか あんまよくわかんないですけど、うんうんうん、なんかいいやつではあるっぽい、うん、俺もね何回かね飲んだこととかあるんだけど、根っこの方、うんうん、全然いい子よね、確からしくて、うん、まだ僕全然そんなの伝わってないんで、うんうんうん、僕嫌いなんだね、僕に伝わってないと世間には全く伝わってないと思うので、まあ本当にどうもいいって感じ、なんかまあその近い人間はいいやつって、うん、そうそう、俺もそう言ったりする人もいるわけじゃないですか、確かに、だからなんかまあそういう話も聞いてると、まあなんか人っていろんな面がありますから、そうだね、まあまあそういう面ではやっぱいいところもあるんだったら頑張ってほしいなと思って、確かに、いや俺も頑張ってほしいと思う、思いますね、やっぱこういう時に頑張ってほしいって言ってもらえる人間ってなんだかんだ少ないじゃないですか、確かにね、しかもなんかそのあれだよね、もしかしたら他のチャンネルに出たら動画消されるかもしれないから助けれないとか言うよね、あ、確かにね、そうですね、だからなんかね、こういう時になんかこう、うん、それこそジュキヤの友達が捨て垢みたいなの、うんうん、YouTube のチャンネル1個作って、うんうん、なるほど、な消されてもいいよね、ここで動画撮ろうぜとかやって出したら、うん、なるほどね、確かにそれはかっこいいんじゃないかな、かっこいいね、ジュキヤの友達たちこれ JP、JP、JP、これチャンスなんじゃないか、これ確かに、もしかしてそれいいね、ジュキヤのピンチは JP のチャンスなんじゃないのか、うん、いいね、やったよ JP、確かにお前取りに行っちゃえよ、好感度やっちゃえよ、それいい、作るだけ、うんうんうん、
いいアドバイス。だってその2人で動画出してたら別にチャンネルに力なくても見るわけじゃない、うん、見るよね。だってこの間ジュキが TikTok ライブしてたら同説6万とか言ってた、うん、やばっ。そうじゃないですか。だから普通に、うん、コンテンツとしても熱いじゃないですか、うん、熱い。今絶賛火だるま中なんで。確かに。そうっす。誰か言ってほしいね。やっぱこの日消えちゃったらみんなもったいない感じになっちゃうじゃないですか、うん、なんでなんかこうね、なんかそういう多分やり方って、いやまあ僕も YouTube 詳しくないんでもしかしたらそんなやり方もダメなのかもしれない、うんうん、まあなんかね、なんか何かしらでなんか友達がそこまで言うなら助けてあげたらいい。それはそうだよね。助けてあげたらなって思います、ね、やっぱ友達ってそういう時やっぱすごい嬉しいというか、うん、確かに ね、なんか心強い存在じゃないですか、うん、でなんか俺はすごい思いますね、うん。